三条雷調査隊イエーイ。TV から見ている方も、うん、時空 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、全国ネットカフェ自由空間から見ている方も、そうですね、その他ユーストリームから見ている全世界の皆さん、はい、こんにちは。こんにちは、雷調査隊です。やったイエイエイヤッホー。はい、この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組です。イエーイ。はい、この番組は1時間生放送でお送りさせていただいております。はい、チャット、ツイッターでの参加どしどし募集しております。はい、チャットの方ですとユーストリームさん登録していただきますとすぐにご参加できます。ツイッターの方ですとコメントの後に、はい、こちらアットマーク時空 TV、アットマーク JIQOOTV、そうですね、はい、こちらの方をコメントの後に足していただきましたら、はい、ツイッターでの参加できますので、はい、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ね、今日も始まりましたね。始まりましたね。調査隊なんですけども、入ってない、入ってないんですよ。やらせ的なオープニング違う。まあやると思っていました。まあいいと思いますよ、ね。いいはい、もうね、はい、もうそんなこと言ってもね仕方ないんでね、はい、自己紹介いきましょう。いっちゃいましょう。はい、こんばんは。こんにちはね。こんにちは。はい、皆さんどうお過ごしですか。最近ね、春になってきましたよね。ちょっと寒かったんですけど、もう春です。はい、皆さん春はもう目の前ということで、はい、僕の春はいつ来るんでしょうか。はい、この雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、熊川雄大です。よろしくお願いいたします。やったー。すごい初めあれでしたね。どうですか、ね、何がですか。いつもなんかすぐ名前入るけど、はい、ちょっと語ってみました。ちょっと今日はね、やっぱもう変えていかないといけないかなと思って、はい、うん、今までとはちょっとね、一味違ったこの熊川雄大っていうのを見せていきたい、いければなと思います。もういつもそれ。その場そうです。来週だったらもう来週だったらもう普通にやってるかもしれない。絶対今日だけやから。今日いやいや違うんですよ、いつもそうです。日々進化していくあの熊ちゃん なんですね。はい、隊長素晴らしいと思います。 ありがとうございます。はい、さあ、はい、早速ね、はい、あつこね、雷調査隊、うん、新人隊員のあっちゃんこと、うん、あっちゃんこと、うん、おばあちゃんこと、ああそうだね、田中あつこです。よろしくお願いします。やば、よろしくお願いします。やった、痩せた。え、本当ですか。うん、なんかちょっと痩せた気がする。違う、もうそれ言いたいだけだから。あ、そうだ、流しとく、流しとく。あれだ、あっちゃんはさ、最近自炊してるって言うからさ。そうなんです。自炊をするとね、皆さん痩せる、痩せるますよね、やっぱね。そう、きっと痩せると思いますね。やっぱなんだろうね、うん、なんでだろうね、自炊をすると痩せるっていうのはね。やっぱ自分で作るからですよ、きっと。あ、美味しくないから、気持ちと美味しくないから痩せる。美味しいからですよ。美味しい、気持ちでお腹いっぱいってことだよね。そう、作ってうまいこと言うね。いいこと言うね。山本正官員。正官員。まあまあまあ、そういうね、はい、冗談はさておき、はいはい、じゃあおしんいきます。はい、はい、雷調査隊員、うん、おしんこと、うん、おしんこと山本真一と申します。1時間よろしくお願いいたします。イエーイ。おしんちゃん、おお、何そのあの手抜きした自己紹介は。いや、ちょちょ、もう2人が決まってるからさ。え、息抜きも必要やろ。ああ、なるほどね。パンチパンチパンチやったらしんどいやん、みんな。ブレイクも必要ということでね。そうなんですよ、人生にはブレイクっていうのが必要なんですよ。ということで、おはがきをいただいておりましてですね。はい、おはがき今日いただいてます、はい、皆さん、はい、ペンネーム、はい、さくらさんからですね。あ、さくらさん、はい、雷調査隊の皆様、こんにちは。こんにちは。最近私は、高校を卒業いたしまして、アルバイトをすることになったのですが、はい、なんかアルバイトで、そのアルバイトの中に、研修があるのですが、なかなかお金を払ってくれません。あ、研修代が出ないっていう。ああ、大変ですね。それそういうのって高くない？ダメですね。ダメですね。大丈夫なんそれ。しかもその研修、うん、その研修の研修がアルバイト、ね、アルバイト出なくて、うん、その研修代の時給が400円ということで。安っ。研修代。その研修の研修は何なんでしょうね。ね、あ、徳島の方ですね。徳島。はい。すごい、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。さくらさん、チャットにも入ってきてくださいね。はい、ぜひ。はい。いや、
400円はちょっと どうなんですか。400円ってすごい、ね、そういう経験あります。山本正解には、はい、あでもあんまりないけど、うん、でもまれにある、うん、あるあった、まあ、いろいろ ねそりゃね、うん、経験するやんか。しんちゃんはあれだもんね、はい、あの中学卒業して一人暮らしを始めたんだよね。そう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 、うん、15早いですね。もうせっせ働いてたわ。そうそうそう、なんかないの、そういういろんなアルバイトとかね、あのちっちゃい頃したと思うんだけどもさ、ちっちゃい頃って、そういう形での、うん、あのごたごたは、うん、まあなんか1回ぐらいかな。あでもあんま大体普通よ。普通に働いてました。あの社員の方がなかなか仕事をなんか教えるのが下手くそとかなんか書いてありますね。あでも結構社員さんがね、まあね、いろいろあるけどね。そうね、やっぱね、そのね、初めてのアルバイトね、さくらさんするらしいけどさ、ちゃんと教えてやってくださいね。そうですよ。はい、しっかりね、ね、0から、ね、10までね、教えてくんないとね。そうですよ。はい、ということで、おはがきのコーナーでした。はい。さっきあの、せっかくで入っていただいてるんで、はい、ちょっと調査隊の。そうですね。すみません、本当に。早いね、脱線してしまいましたけどもね。おはがきコーナーが入ってきます。おはがきコーナーが、ね。はい、元くんさん、こんにちは。元くんさん、こんにちは。はい、秀和さん、こんにちは。秀和さん、ありがとうございます。春ですね。はい、ありがとうございます。ですね、はい、HRK って、なんですけど、HRK さん。HRK さん。こんにちは。あのもし、ね、よろしければね、読み方、はい、あの書いていただけると助かります。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい。川原誠也さん、こんにちは。こんにちは。今日卒業式だったらしいね。おめでとうございます。卒業おめでとうございます。おめでとう。卒業おめでとう。おめでとうございます。はい。オラも1年が経ったということですね。はい。コニーさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。トミーさん、こんにちは。トミーさん、はい、ありがとうございます。チャットをね、チャットがすごい、あの今日も本当にね、たくさんのね、チャットさん入ってきていただきましたよ。はい、もうね、あの番組始まる前からね、はい、あのチャット調査員の方同士でちょっと話ね、いろいろ会話なさっててね、嬉しいですね。嬉しいね、そういうのは嬉しいよね。うん、ね、秀和さんのお仕事ですかとかね、いつもは13時休憩だけど今日は早い休憩なんだよとかね、いろいろね、書いてありますよね。忙しい中ご苦労様ですね、本当ですよ。本当ですよ。あのさ、はい、そこあの2人でのやり取りをさ、読んでみますね。はい、ね、ほらほら。おお。チャッターさんどんどん来てねって、あの秀和さんもおっしゃってますからね。すごい嬉しいですね。新しくチャッターさん。お、入ってきてますね。おお。はい。こちらは、はい。カチカチっとしちゃいましょう。カチカチっとしちゃいましょうね。はい。すいません、隊長。お。あ、ゆうや佐藤さん。ゆうや佐藤さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。雷調査隊です。はい。ありがとうございます。はい。書き込んでいただけると喜びます。はい、そうですね。川原誠也さん、今日はいい天気だなっていうことで。うん、うん、うん。うんうんうん。お、元くんさん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。あ、嬉しい。これね、あの、チャット上同士の方でね、本当に会話されて、これ、本当に、うん、そうね、ね、我々がね、モノマネもしましたね。はい。はい。ね、改めまして、こんにちは。あ、ちょっと髪切ったって。そうですよ。コニーさん、私、あー、嬉しい。あ、髪切ったの？あ、そうですよ。髪切りましたよ。いつだろう。2、3週間前ですよね。そう。あっさり。前やね。そして隊長、帽子かぶってきた。髪が跳ねてるって言われたけど、いや、今日はね、帽子はね、かぶってきてませんよね、うん、今日は一切かぶってきてません。あのね、俺ね、あのね、最近ね、いい保湿クリームをね、うんうんうん、あの見つけてね、うん、あのね、髪の毛に塗るとさ、すごいサラサラになるの。それで味しめちゃってね、帽子なんていらなくなったんだ。余裕。コロレオネさん、いつもありがとうございます。はい、新しい紹介の仕方でですね、はい、あ、しんちゃん、そうだね、新しい紹介だよね、しんちゃんのね、うまいこと言えてない、イエイ。そんな入り方になったんだ。校長先生はがきらへんもパチパチ。いや、今日はあれです、あの自己紹介なんですね。あ、自己紹介。はい、今日はメイクが、不調らしい。あっちゃん、はい、そうなの。今日不調です。前髪も不調です。あ、そうだね、はい、あるよね。前髪ピンピンしてますよ。前髪ピンピンしてますよね。本当だ。うわー、ちょっと待ってください。これ何、あんた言い過ぎっすよ。言ったら言ったら言ったら。テレビに映るような髪型じゃないよね。
ブロー、チリブロー、バーンってなってる。神谷町の大初参加です。よろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。これは、HRK13。でいいんですかね。そうですね。はい。ひろくん。あ、ひろくんってことですか。お、あ、なるほど、なるほど。はいはい。本日も3人なんですね。そうなんですね。はい。なんだ、前泉の方が、はい、なんだ、なんかいる、ね、舞台の方ですね。あ、そうか、舞台の方に行ってて。うん、はい。リブの方。はい、番組の、両親、おしん、イェイ。両親、おしん。ありがとうございます。いつからはがきコーナーでした。いや、私、急遽。じゃあ、ね、ちょっとはがきが来てるからさ、うん、ね、だから読まないとね、そうそう、はがきがね、本当ありがたいことにね。どっから持ってきたんですか、はがき。これですか、うん、いや、これ、だって、ね、うちのポストのが入っててさ、そうなんや、そうこれね、うん、ありがとうございます。さくらさん、これからもね、はがきコーナーね、はい、どんどんやっていくのでね、はい、皆さんも何かあればね、ぜひね、うちにね、届けてください、はい、こちらまで、はい、こちらまで、一度も言ったことない。小福亭、これ、あ、これあれだ、ね、はい、ね、俺、読み方わかんない、小福亭、ほら、笑福亭の、に陣に鶴と書いてある。そのまんま、こっちも見える。の番組みたいって書いてあるね。じゃあ、そう、俺、後で思い出しますね。はい。はい、おはがきのコーナーがあると初めて知った。河原聖也さんが。はい。ゲングさん、パチパチパチ。こんにちは、僕は、俺は何から卒業しよう。いいですね。いいですね。あ、ヒロ君です、はい。よろしくお願いいたします。いつも、日本、文化人協会に参加してます。あ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。遊んでいてすいません。いや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 、いいですね。はい。隊長、その、保湿クリームも教えて。ひでかずさんね。そうなんですよ。ひでかずさんもね、うん、ちょっと天然がさ、ね、髪の毛に入っちゃってるからさ。髪の毛に入っちゃってるから。いや、でも、もしかしたらその保湿液でこんな。そうそうそう、ツルツルですよ。ツルツルに、そう、小福亭二角さんだ、二角さん、うん、はい、あ、そうね、こういう感じでね、たくさんの方入ってきていただきましたよ、はい、あっちゃん、はい、嬉しい、いっぱい嬉しいですね、うん、お、また入ってきてますよ、また入ってきていただきますよ、はい、ですね、はい、はい、はい、そうですね、そうですね、もうない、それはいいじゃないですか、はい、今日ね、春ボケしちゃったっていう、そうそう、保湿クリームより育毛クリームを涙。なんかないんですか、しんちゃん、元利用者だからさ。育毛クリーム、なんかおすすめの育毛クリームがあったら、ちょっとぜひね、トーミーさんにね、はい、教えてあげてください、はい、でもやっぱり今最近ね、うん、某有名な方もいろいろ出られてる企業でバックアップされてる、うん、なんか何々 D とか、うん、あ、芸人さんが出てる CM のやつですよね。シャンプーとかは、ね、はい、スカルプ D ですよね。言っちゃう。あ、でもうちにあります私。え、持ってます私。あつこさんも結構なんか来てるんですか。結構。いや、まあ来られてる感じです。あ、ちょっと将来のことが、ね。あ、将来のことが。予備軍。あ、なるほどね。ね。大丈夫。いやあ、コニーさん、利用者だったの、今さら初めて知った。そうです、大阪でずっと4年ぐらい、4年近く利用者してました。なんでやねん、そこはすっごいイラッとしちゃったさあ、はい、はい、話がもうだいぶそれてしまいましたが、はい、はい、今日もね、2時まで、ね、14時までね、はい、調査隊ちょっとね、突っ走っていくんでね、はい、皆さんね、お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします、はい、あちゃん、ズラズラじゃない、ズラじゃないです。ちゃんと、こう、ちゃんと、はい、ほらどれ、ここあ、そうだね、毛穴ありますよね、ちゃんと。ああ、毛穴だいぶ毛こんなん、どういう映されんの嫌よね。普通に嫌でしょ。恥ずかしい、恥ずかしい。はい、はい、まあまあ、あっちゃんのズラ疑惑がね、発覚したということで、はい、はい、あ、新しいチャットさんが入ってきてるのがおっしゃよ。ウィラジェさんかな、ウィラジェさん、あ、ウィラ
ウィラッジャーさんですね。ありがとうございます。はいはい、初めてですかな。雷の所帯を見せてね、うん、はい、ありがとうございます、はい、早速 ね、 そうですね、コニーさんもね、うん、先週はどこ行ったのという形で、そうですね、はい、はい、じゃああっちゃんちょっと、はい、紹介してくださいよ、はいはいはい、先週 の、 先週の、金曜日、2月の、はい、2月ですね、2月、はい、あ、間違えた、はい、28765ですね。はい、はい、新宿にあります SBC 禁止クリニックですね、はい、行ってきました。あ、やった、はい、まあ、ユーストリームさんでも本当初じゃないですか、うん、生放送で、うん、あの手術、レーシック手術の方をする前とし終わってからっていうのを全部、うん、あの1時間の間に生放送中にやっちゃったみたいな、ね、なんならあのなんなら初めてじゃないですかね、そういうね、うん、あのテレビで、うん、本当そうなんやね、すごいですよ、うん、まあ、一応この番組は新宿禁止クリニック SBC 新宿禁止クリニックです。何間違えてんだよ。大丈夫、間違えてんじゃねえか、 SBC 新宿禁止クリニックだろ。はい、そうだよね、はいはい、っていうのもそうなんですよ、あのうちのね、あの雷調査隊員 の、はい、あの菊池しおりちゃんがね、はい、しおりんことね、菊池しおりがね、うん、あのちょっとあまりにも目が悪いということでですね、あのレーシックをちょっとね受けることにちょっとなったっていうかね、う、決意しましてですね、はい、はい、受けることになったんです。それをもうこの雷調査隊でやっちゃおうというね、そうやっちゃったんですよ、素晴らしいですよ、やっちゃいました、やっちゃいました、ね、何でも調査しちゃいますね、雷ちゃんの方は、はい、最近ね、ちょっとあの飲食店の方あの続いておりましたが、はいはいはい、まあ、ちょっと特番っていう形でスペシャルで、うんうん、はい、配信させていただきました、うんうん、アーカイブもぜひ残ってますので、はい、チェックも必ず、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、15時からバイトです、何の報告ね、ゲン君さんがね、はい、ゲン君さんこれ実は あ、実は佐久間さん、はい、しおりん、はい、そうですね、 SBC 禁止、はい、新宿禁止クリニック、はいはい、ユーストリーム初、そうなんですよ、でも多分そうですよ、そうですよね、ユーストリーム初ですよね、はい、初です、はい、1時間内で終わるものなんだ、全てが終わりましたね、あのまずしおりんの、うん、あのそういうレーシック前の、視力検査から始まりそうですよね、終わっ、ね、レーシック後の視力検査まで全部その1時間で終わりましたね、すごいですよね、はい、早い早い、手術自体は本当あの15分ぐらいで、うんうん、あ、確かに終わる、確かに確かに、そうで、なんかね、あの全然痛くないっておっしゃってましたよ、うんうん、しおりんはね、ちゃんと言ってた言ってた、うん、言ってたよね、うん、うん、その報告とかもね、いろいろしていきたいなと、で今日しおりんが来ればよかったんだよ、あ、そうですね、ぶっちゃけそうなんよ、ぶっちゃけそうですね、そうだよね、ぶっちゃけやったお前が来いよっていう本人の感想ね、そうだね、そうだね、はいはいはい、怒るのは終わってからね受付の方が美しすぎました、確かにそうですよ、いやいや本当に、はい、いや花ですみんなね、その受付の方と、ね、この何、うん、あのそうですね、受付の方もそのあのレーシックをね、うんうん、あの受けられてて、でもバッチリも目が見えるということでですね、やっぱ世界は変わったと言ってますね、世界は変わるということで、ね、綺麗に、はい、うんうん、なりましたよね、うんうん、はい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 、言われてました、言われてましたね、はい、そしてその後僕は何を何かあったの、喋ることが、喋ることだった、うん、しんちゃん今日何 どうしたの今日しんちゃんちょっとフォローしてよ僕のフォロー何お前ちょっと待って詰まった違う、今日はしんちゃんのしんちゃんが元気がないんだよ元気だよしんちゃんが元気がないんだよ違うね、あのちょっとね、なんか今日座り心地が芳しくなくてね、これ外せばいいじゃんこれもうしんちゃん投げないでちょっと中腰になるね今日ね、トミーさんが SBC 新宿禁止クリニックさんはさぞ忙しくて迷惑したことかかとかとテレビそうですそうやろうね、うん、もうでもね、はいはいはい、あの院長さん、はい、はじめまあスタッフの方全員なんですけど、はいはい、そうですね、あの院長さんもすごく愛想がいいというか、うん、あのトークがすごくトークがねいいんですよね、そうですよ、あのアーカイブでね、あの見れば分かると思いますけども、はい、あの狩矢麻呂先生がしおりんの院長、あの、そうですね、はい、あの
ね、レーシック手術を、やっていただきましてですね、うん、あのこの方ね、本当にね、最初あのチンピラ方を送ったんですよね。あ、ぶっちゃけちょっと、はい、この写真よりはもうちょっとなんかあれですよね、うん、なんかピンク、中にピンクいあのあれを着てるんですけど、すごくね、はい、フランクな方でさ、やっぱりそのなんかね、うん、やっぱなんていうかな、やっぱ僕が感じだったらね、やっぱああいうね、お医者さんの方が僕本当なんか任せられる、うん、逆にね、なるほどなるほど、ガッチリとした人よりも、うん、すごいフランクの方がさ、なんかやっぱり、うん、なんていうかな、安心するじゃん、やっぱするな、なんかお医者さんっていうの、うん、僕怖いんだよ。あ、いや怖いです、やっぱね、病院自体ね、怖いんだ、怖い怖い、そうそう、怖い怖い、うん、怖いからね、僕ね、何でも言ってないもん、病院なんて僕、病院嫌いなんですよあの、何の発言すごい、病院だからそういう僕でも、うん、あのね、すごくあの、なんていうか、安心していけるよっていうことを言いたかったんですよ、伝えたかったんですよ、確かに、ね、本当に白で統一されたね、あの院内っていうか、そうそうで、ね、でもなんか壁側にすごい、うんうん、あの綺麗な模様もされてて、うんうん、デザインもすごく雰囲気のいい、うん、お店じゃないですか。はい、すいません、新しいチャットさんがですね、伝えてきてますよ。ですね、はい、リュウロングさんですかね。リュウロングさん、リュウロングさんですね。リュウロングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サミュエ状態です。はい。くまちゃん、今日は特におかしいよ。あれ。逆に体調がどうしたのよ。いやいや、僕はもういつも痛くてあれですよ。まあ普通。普通ですよ。やった、これはねさん、でも僕あっちゃんが一番可愛く見えた。やった、ありがとうございます。ねえねえ。いかつい方でした。で、そうですよね、発言に、脈絡がない。あ、いつもの感じですよ。ハロー。リュウロングさん。リュウロングさん、ハロー。ハロー。あ、外国の方なんですね。あいまっちゃん。はい。俺も、病院嫌い。今度注射を受けなければならない。はしかとかいうやつ。あ、ありますね、ありますね。注射好き？注射好きじゃないよ。あ、私もすんごい嫌ですね。めっちゃ力入れるもん。あ、わかります、わかります。さ、あ、注射もね、さることながらね、その注射の前にするじゃん、この何。あ、わかります。ガーゼじゃないけど、あのこういう消毒。消毒ね。あの匂いがさ、すごいベラボーに嫌いでさ。ベラボー、逆に好きそうなイメージ。確かに。なんか、ね、やられました、やられます、やられますからね、匂いにやられます。そうそう、やっぱね、みんなもね、やっぱね、うん、見てる方々もね、やっぱ病院っていうのは基本的にね、やっぱその、うん、やっぱ嫌いっていう方がやっぱ多いですよ、うん、そうですよね、うん、でもなんかあの、うん、新宿禁止クリニック SBC、はいはい、新宿禁止クリニックさん調査させていただいて、うん、まあ、なんか病院っていう感じではないよね。でも なんて言ったらいいんやろ、うん、どっかのオフィスみたいな、なんか表現悪いな。いや、でもそれは分かりますよ。なんとなく分かる、うんうんうん、病院してるっていうか、うん、すぐなんか本当に恐怖心は入った時からない感じ。だから受付嬢はさ、すごいみんなニコニコしてて、ね、そうなんですよ、うん、いらっしゃいませっていう風にさいらっしゃいませ、おっしゃってね、ああ、そうかっていう感じだもんね。何のそうか、何のそうかか今分からんかって言ってる。ですね、はい、新しいチャットさんがたまたまさーん、たまたまさーん、いつもありがとうございます。はい、今はですね、はい、先週 あの放送のですね、うん、SBC 新宿禁止クリニックのね、あの調査報告を今しております。させていただいております。はい、お3人花粉症はどう？コニーさんが知ってますけど、花粉症って、うん、でも分かんなくって、ちーちゃん年がら年中花粉症だよね、うん、年がら年中鼻がムズムズ、でも鼻すっごいずっとムズムズしてるけど、でも違うって思ってる、うん、あ、本当？あっちゃんは？私、いや、なりますね、でも花粉症。あ、なるんだ。なってますね、1年に1回。あー、1年に1回シーズン的なもんや。シーズンでなってます。体調は？僕も結構花粉症持ちですよ、うん、うん、この前すごかったよね。そう、すごかった、すごかった。ちょうどね、先週のね、金曜日、うん、番組始まる前、一緒に行ったんですわ、はいはいはい、現場までね、あのハーレーでね、ハーレーでね、ハーレーで行ったんですけど、隣でずっと席してんのすごかった。席？席じゃないわ、くしゃみだ。あれ、気をつけて。席だ、くしゃみ間違えた、間違えた。すごかったもんね。自分で花粉症、僕ね、結構本当花粉に弱い体質でね、うんうん、皆さんどうです、うん、花粉症とか大丈夫ですか、うん、
花粉症の方とかなんか嫌な思い出とかあったら確かにわーって書いていただけると、はいはい、いいですね、喜びます。わーって顔してますね。わーって顔してわーって顔してる。河原聖也さん、あの匂い嫌ですね、その気持ちわかる。そう、誰でもがね、やっぱ注射の前のね、うん、あの消毒はやっぱ嫌いですよね、うん、はい、今日も病院、誰がちょう、え、誰が餌食になるの。今日は大丈夫ですよ、はい、外に天使が、中には鬼がって感じだね。あー、わかります、わかります。いいこと言いますね。河原先生、うまいぞ例えが。ピンクさん、はい、ピンクさん、今年はひどいですね。今年はひどいって、あの去年の10倍そうですよとか言ってたじゃん。てか、でもね、去年もね、そんなこと言ってたんですよ。っていうことは、そう、毎年言ってるんですよ。だからもうね、ね、100倍とかもそれなんか、ね、行きますよね、でもトータルしたら、もしかしたら、ね、こう上がってくるってことは。マスコミュニケーションが作った。絶対そうよ。だってさ、絶対覚えてないもん。そうそう、わかるわかる。毎年絶対さ、こんな寒かったっけ去年って絶対言ってない。そう、言う。ちょっと持ってる感じですか、ね、こんな暑かったっけってね。これ、あのね、さくらさんも書いてますもん、これね、畑にさ。どっちか言うの。今日めっちゃさくらさん出ますよね。花粉がすごいです。あの、PS 花粉がすごいです、書いてました。あー、なるほど、はい。ありがとうございます。PS まで書いていただいて。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ということでね、はい、あのね、そう、いろんなね、やっぱりその、うん、レーシックっていうのはやっぱ皆さんもね、まだ受けたことがない方、うん、はい、たくさんなんかいろいろ疑問あると思います。あると思います、はい、はい、あります、はい、いろいろお伺いしましたね、はいはい、どれくらい視力は回復するのかと、うんうんうん、はい、で、どの方でも大体 1.2 ぐらいまでは回復すると、うんうん、かなり上がりますね。かなり上がりますね、うん、1.2 ってすごいよね。だいぶすごいですよ、うん、ね、例えばじゃあね、視力2の人が 3.2 になるってことね。それはない。オスマン参考的な感じ。アフリカとかそっこら辺とかなんですね。3.2 までいっても怖いけどさ。うんうんうん、そう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 。うんうん、そうですね。あと、仕事はいつから可能ですか。はい、これびっくりしたね、うん。お仕事はもう翌日から可能です。ね。お酒も次の日から飲めるっていうことで。それはすごかったね。すごいすごい。でね、なんかね、しおりに聞いたんですけども、うん、レーシック、あの、そんな全然痛くもなくて、なんかね、なんていうかな、ただね、目を押されてる感じが若干するぐらいで、それが嫌じゃなかったら全然もう、ね、言ってましたね、何の問題もないっていうふうに、水の中で目を開けたぐらいの、うん、そうおっしゃってましたね、はい、うん、だからね、やっぱね、うんうん、すごい、なんていうかな、もう本当にね、なんかな、このどうした、いや、なんかね、気持ちを手軽って言ったらちょっとおかしいな表現なんだけどさ、うん、なんか、なんていうかな、その誰でもそういう痛くなくてなんか簡単にとか、なんかそういう言い方もちょっとなんかあれなんだよね、うん、だから、そう、まあ、分かりづらい、そういうニュアンスですよ、そういうニュアンスですよ、本当に、うんうん、だから本当にやっぱ悩んでる方、うん、レーシックしようか悩んでる方には全然ね、うんうん、あの、後遺症とかも全然ないんですよね。そうそう、はい、感染症もないです、今までもないです、はい、はい、安心して施術受けれると思います。はい、そうですね。でしおりんちゃんが入ってくる時の、うん、なんかテンションがもうすごかったですよ。見えキラキラね、めっちゃキラキラしてたよ、目が。その模様もね、アーカイブでしっかり収められてますからね、はい、ぜひ、はいはい、ぜひね、見てくださいね、はい、そうそうそう、大事なのは量じゃなくて、うん、あるかないかなんだよね、花粉確かにね、うん、そうなんですよ、うん、結局ね、何倍だろう何十倍だろう花粉がね、あるっていうことにはね、変わりがないのでね、そうですよね、はい、目に酒は関係ないだろう。いや、でもなんかね、うんうん、やっぱその不安な人もいましたよ、はい、あの、なんか、でもなんか病院系とか体のこととか、うん、そうなんか歯とかにもあんま、なんかお酒とか、わかるわかる、うん、なんかね、やっぱね、すごいなんか、え、これやったらいいのとかさ、うん、こんなハードな動きしていいのとか、あれ、例えば注射打った後だよ、それこそ。ああ、そうですね、それの運動そうありますよね、運動あるでしょ、こすっちゃダメとか、そうそういうのがあるからさ、でもね、うん、うん、大丈夫らしいんでしょ。そう、大丈夫です、うんうん、はい、術後、眼帯したり薬飲んだりはしないのっておっしゃってますけど、あ、あのね、メガネの方を、うん、あの、あれは料金に入ってるのかな、いただいてましたね、処理かけてました、はいはいはい、あのちゃんとこう、うんうん、あの、今ね、花粉のやつ保護するやつと同じような形で、はいはい、うん、あのメガネにくっつけたらいいような、おしゃれでしたね、そう、うんうん、前から見たら普通にメガネかけてるだけみたいな、そうそうそう、眼帯とかも全くしなくていいですね、うんうん、終わったら薬飲んだりはしないの、薬はどうなんですかね、薬、薬
飲まない、目薬で麻酔を今回はさせていただいてます。なるほどなるほど、はい、なるほど、まあ、レーシック自体はそういう形なのかな、うん、その目のね症状に応じて手術ってやっぱ違ったりするみたいで、はいはいはい、その時はあの目にね注射麻酔することもあるみたい、あるかもみたいな、なんかこの前教えていただきましたけど、なるほどね、でもレーシックではあの目薬で麻酔してました。そうなんですね、はいはいはい、終わったらいきなり見えるんだ、コニーさんおっしゃってますけども、だし、はい、そう、しかも何ものの15分20分、そう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 、ね、ぐらいでなんか最初ね固めてなんか、うん、あの膜作るかなんかそれがなんか10秒とかなんかそんなの言ってたよね10秒ほんと 秒単位の話をもう一瞬なんでしょうね、一瞬なんやろうね、うんうんうん、だからもうすぐ見えますね、はい、個人差あると思いますけども、基本的にはすぐ見えるっていうふうにもおっしゃってましたよ。そう、はい、だからコンタクトとか1年するぐらいの金額なのでね、うん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 、ちょうどいいなと。はい、ですね、新しいチャッターさんが、はい、げんこつさんです。げんこつさん、こんにちは。げんこつさん、ありがとうございます。ですね、じゃあ、青年の方でタバコは、タバコもどうなんですかね。タバコどうなんやろうか。ちょっとしんちゃん調べといて。はい。ゲゴさん、こんにちは、ワンタンメン。早速、飛ばしますね。ゲゴさん、こんにちは、ワンタンメン。ワンタンメン。こんにちは、ワンコそば。というか。ワンタンメン。あっちゃんの目はいいんだっけ。そうですね。A ですよ。A。それ何回でも自分なんて何ってちょっと気になりますね。あ、逆にね。どこまで見えるのか、まあうち多分もうなんかあの辺あの辺あ、富士山が見えたじゃん今。あ、本当だ。ね、建物突き抜けて、普通に富士山。あ、登山家の方もいますね。あ、本当ですね。はい、あ、今おばあさんの方こけますね。あ、こけた。コロコロしてません。あの番組をちゃんと。ごめんなさいね。すいません。タバコのこと自体はちょっと載ってなかったんですけど。はい。どうなんですかね。でもお酒自体ももう翌日からいけるってことだから、うん、タバコもいけちゃうんじゃないですかね、うん、すぐ意外にすぐいけそうよね、うん、タバコとか、うん、そうですね。でもね、そういう気になった点とかもすぐ、はい、お問い合わせの方をお気軽にしていただいて大丈夫ですので、うん、そうですね、ひんちゃん、じゃあお問い合わせの番号をちょっと見ますか。はい、フリーダイヤル、はい、そうですね、見せていただいてもいいかな。はい、はいはい、こちらね、新宿と大阪、はい、ございます、はい、うんうん、通話無料のフリーダイヤルで、新宿の方が、0120-66-0149 ですね、うんうん、もう一度言います。新宿、0120-66-0149 となっております。はい、で、はい、ね、はい、で大阪、はいはい、大阪にね、近くにお住まいの方は、はい、ぜひこちらにご連絡ください、うんうんうん、0120-66-0149、0120-66-0149で一緒じゃないかい、これ。あれだ。一緒じゃないかい。どういったことか、同じところに繋がってしまう。同じところに繋がって。ちょっと待って、はい、ちょっと待って。これは、うん、こうで同じ番号ですけど、はい、ちょっと手持ちの資料だとね、何大阪の番号ちょっと違うの。あららら、ちょっと。あ、ちょっと、うん、はい、間違えちゃった。0120-07-0149。なるほど。もちろん0120-07-0149、それがどっちが大阪です。大阪で、もう一度新宿は、はい、新宿は先ほどの通り、はい、0120-66-0149です、うんうんうん、はい、こちらが新宿です。0120-66-0149、大阪は真ん中が07になるだけです。66が07になるだけなので、66が07、はい、そちらの方フリーダイヤルなんでね、はい、気軽にお電話して、ご予約とか問い合わせとか、はい、なんか不安なことはじゃんじゃん聞いちゃってください。はい。ゲングさん、どっちも同じやん。そうですよね。あれあれって思ってましたけど。ゲングさんね、はい。おばあちゃんこけたとは、救急車を。ね、それまで、ね。そうですね。千里眼なんですよね、我々ね。はい。初めて聞いた。そして、しんちゃん、なんかとっておきの情報があるんだって。そう、あるんだって。とっておきの情報。はい。はい、とっておきの情報って、キャンペーン的な、そうです、そうです、そうです、はい、まあ、
先月ね、はい、金曜日調査させていただいたんで、うん、まあ、2月のキャンペーンという形になっちゃったんですけど、はいはい、本来ならありえないぐらい、そう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 、2月のキャンペーンになっちゃうんで、まあ、キャンペーン自体は終わっちゃったんですが、でもでもこれちょっと言ったら、もしかして言ったらさ、やってんじゃん、やらしいな、くれるんじゃないのか なとちょっと思いますけどもね。はい、はい、まあ、すごいレーシック手術ってやっぱり金額だけ一発目ね、うん、ポンって見ると、うん、やっぱちょっと高いイメージってある、そうですね、あれじゃないですか。実際先ほども言った通り、コンタクトレンズ1年間してる金額とあんまり変わらない、変わらない、そうそう、一生ものって思ったら断然お得なんですけど、うんうん、どうしてもねパンチが厳しい感じちゃうと思うんで、うんうん、そういう方のためにもキャンペーンの方で、うん、割引の方をね、雷キャンペーンというか、はいはい、はい、これ全部、まあ、言っちゃっていいか、言っちゃっていいです、はい、はい、レーシックしおりんが受けたこちらですね、当院人気ナンバーワンの、うん、プラチナイントラレーシック S ライン、はい、S ライン、はい、プラチナイントラレーシック S ラインこちらの15万8000円となってますが、はい、この雷調査隊を見たで、はい、なんと2万円引きの13万8000円で、はい、手術が始まっています。イエーイ、いや、すごいない2万よ、2万、まあ、すごいね、なんか医療業界もそこまで来たかというかさ、ね、ですね、はい、うん、どうした？どうした？どうしたの？私ちょっと下がってよと、はい、はいはい、すごいよね、はい、これさ、もしかしたら本当に言えば言えほら、2月25日と2月いっぱいっていうことはもう、うん、ね、2月申し込みの方、もう申し込まれた方ももしかしたらいてるかもしれないですけどね、そうですね、うんうん、はあ、まあ、2月中だったねとかね、うん、キャンペーンみたいな、ね、2万値引き、サービスのお願いを聞いた先生の真似を隊長お願いしますはい、見られた。わかりました。はい、じゃあなんか言ってください。何かわかりました。ありますかって、なんか、はい、ちょっと。何かありますか。あ、じゃあ、わかりました。はい、ちょっとなんか特典をちょっと何かもらえないでしょうか。あ、大丈夫さ。あ、そんなんやった。そんなんやったでしょうね。そうそう、すごいあっさりしてましたよね。こんなんですよ、ぜひ。はい、でしょ、金内さん、ポニーさんの、はい、キャンペーン、視力が普段の2倍回復するとか、こんなバカな。すごいちょっと面白かった。面白いよね、ねえ、ラーメンの替え玉じゃねえんだよ。替え玉、二玉、これサービスこれないんですからね。はい、まあね、普通に視力はね、回復するのでね、そう大丈夫。面白いこと言いますね、確かに。2倍コロセさん、面白い。コニーさん、軽っ、うん、さっきのね、院長、本当院長ね、すごい、終わってからも、うん、ね、ちょっと喋ってて、そうそう、体験者で、竹尾さん、竹尾さん、はいはいはい、が出てきていただいたんですけどね、まあ、そのやりとりの時もすごいなんかノリが大阪っていうぐらいの勢いで、もうマシンガン的な、面白かったですよね。すごく、ね、面白かったよね。最後帰る時にさ、ジョジョの奇妙な冒険の、うん、DVD ボックスを持って院長好きなんだと思って、後でアーカイブ何回も見よう、うん、ありがとうございます。これも後で見よっと、ぜひね、ぜひね、見てください、はい、なかなかね、面白いね、いろんなね、ためになる情報も満載で、はい、かつね、面白い、先週はね、先週も面白い、面白い放送でしたね、はい、はい、でしたね。ですね、新しいチャットさんが入ってくれてます。はい、ですね、ナビーさんですかね、ナビーさん、ナビーさんですかね、はい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 、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、マネと本物を比べよう。はい、ハロー、ハロー、ハロー、ハリ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 ー、おお、あー、ジャパン、あい、まっちゃん、おう、ジャポネーゼ、ジャポネーゼって何語、なんか照れてる、なんかめっちゃ照れてる
すごい。やっぱ画期的やね、こうやって見るとね、はい、改めて。あのね、はいはい、この番組自体に、ユーストリームさんからお送りさせていただいておりますけど、はいはい、まあ、ネット番組自体、あの、雷調査隊始まってもう1年半以上、うん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 、結構長くさせていただいておりまして、そうですね、まあ、あの、ユーストリームさんになって全世界に生放送で、はい、こうして生放送で、うん、チャッターさんとお話できる、すごい画期的な番組だなって、ちょっと今更ながらね、思いましたわ、はい、ありがとうございます。だから、ね、じゃんじゃんね、まあ、英語力ないけどね、我らこれででも英語力ちょっと上がるかもしれないですね。ああ、いいこと言うね、お前な。大丈夫で褒められたよ。あ、ね、それこそね、あの、パリの方とかさ、イタリアの方とかね、はい、うん、たくさんの、ね、方がね、メキシコの方も一回入ってきてます、うん、ね。すごい、はいはい、なのでね、やっぱりいろんな国の方とこうやって交流できるっていうのはね、うん、すごくね、私たちもね、やっぱ嬉しいんですね。嬉しいです。はい、ハッピー。隊長、なぜコーヒーカップ？ナビさんが、日本ベリーグレートネーション。Yes! Yes! ありがとう。Thank you, thank you. Yes! Yes! 訳してどういう意味？です日本はとてもグレイネーションだから素晴らしいってことかな、うん、え、あ、いや、おや、おや、パリの人だからね、うん、そうだね、日本、ベリーあの、ね、日本ってとこいいよね、ジャパンじゃなくて、ね、本当だ、うん、あ、すごい、うん、嬉しい、そうそう、次回予告、それともまだ早いか、あ、でも、あ、すごい、もうこんな時間、あ、本当だ。本当だ。みんな気づくの。すごい。で、今週は SBC 美容外科の方の調査なんですよね、はい、っていうことなんですけれども、はい、またそのね、まあ、先週の金曜日は、まあ、雷調査隊番外編ということだったんですよ。はい。はい。で、また今週も、まあ、まあ、通常通りというか、はい、はい、に戻りましてですね。はい。はい、先々週のね、うん、あの、成績桜ヶ丘。はい、ございます、うん、違います、あの、長山ですね、おんと焦った焦った、危ないです、はい、危ないです、京王線と、小田急、そうです、ね、長山駅にございます、はい、はい、飲みどころメダカさん、い、はい、からのご紹介で、しんちゃん次はどこに行くのかな、はい、はい、炭火焼きいくどんさん調査させていただきます、はい、はい、はい、いくどんさん、いろいろチェーンっていうか、あの、店舗の方はいろいろあるんですが、その中でも、今週の金曜日は、はい、うん、成績桜ヶ丘にございます、はい、炭火焼きいくどんさんをご紹介させていただきます、はい、はい、ちょっと、一応住所の方をお申し上げたいと思います、はい、画像の方、はい、そうですね、はい、はい、多摩市の関戸にございます、はい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 、2-24-26、はい、はい、末吉ビル1階にございます、はい、はい、多摩市関戸2-24-26、はい、はい、末吉ビル1階にございます、末吉ビル1階、はい、はい、お電話番号事前にあのお伝えしておきますね、はい、0423-76-07、失礼しました、0575、もう一度言いますね、はい、0423、違う、042-376-0575ですよね、え、どこ読んでるの？大丈夫、こうやってですか？そう、042-376、ごめんなさい、あれ、あー、ちょっとね、あの、ホームページと、あの、区切ってるところが違ったんで、こっちが正しいですよ、042が、まあ、そっか、はい、じゃあもう一回、あちゃま、あちゃま、もう一回ね、はい、いくね、ごめんね、はい、042-376-0575、はい、はい、042-376-0575、はい、こちらの方が、あの、成績桜ヶ丘店のお電話番号になっておりますので、はい、はい、当日ね、実際お店の方に来ていただけると、うん、一緒に番組の風景もお届けできると思います、うん、おー、たくさんね、もうね、お店がありますね、ここは、はい、サービスモットー、いくどんが目指すのはお客様へのサービスは、うん、ハキハキ、テキパキが基本です、基本です、はい、種類によってはもう焼けてるの、うん、これってなんていうお肉、うん、などなど分かりづらいものもある、ホルモン焼き、確かにそうですね、うんうんうん、ホルモンのさ、あの、焼き加減、どこまでそう焼いていいのか分からないっていうね、はい、ありますよね、はい、うん、ホルモン焼き、お客様により美味しく召し上がっていくた、ね、いただくために、うんうん、焼き方や食べ頃、おすすめのお肉のご提案など、うんうん、元気にハキハキ素早くテキパキコミュニケーションさせていただきますということでね、素晴らしい、素晴らしいですね、はい、で、はい、こちらね、いいですね、あのね、お一人様でもお気軽にということで、
いいよね、一人焼肉、うん、焼肉屋さんになんでいいんかな、そうなんですかね、炭火焼きっていうぐらいだから、あ、まあ、ホルモン、でもホルモン、うん、はい、ホルモン焼きですね、はい、ね、先々週かその、はい、紹介していただいたメダカさんのホルモンめちゃくちゃうまかったから、めちゃめちゃうまかったです ね、 そのメダカさんの紹介だからめっちゃ期待大ですね、もう期待大でしょう。すごいだから毎日でも通ってください。そうですね、行くのは気軽に楽しんでいただけるお店作りを目指しますということでね、うん、はい、お、これはこれもいっぱい書いてますよ、イクドンの肉、イクドンでは何度も焼き網の効果に伺います、嬉しいですね、はい、嬉しい、おお、大好評、平日5時から7時は人気のホルモン10種、320円から400円が、うん、おお、すごいすごい、ちょっと俺今びっくりした、普通に読んでた、すごい、イクドンさん、はい、イクドンさん、はい、平日5時から7時は人気のホルモン10種、白、軟骨、ハツ、小袋、タン、カシラ、ガツ、レバー、お宝、ハラミが、はい、まあ、320円から400円のところを190円で、すごい、うそー、すごいですよ、これはすごい、うん、大丈夫かな。まあそういったところもね、あの、しっかり調査させていただきますのでですね、うん、はい、しかもですね、はいはいはい、その応援します、これも学生、役者、過去卵、うん、ミュージシャン、過去卵、夢に向かって頑張る人を応援します、はい、いいね、売れっ子俳優、うん、印税ミュージシャンの方々、いくどんを応援してください。うまいですね、使い方が、そうですね、なかなかね、ちょっと楽しみですね、うん、なんかすごいなんか楽しそうな、ね、お店ですよね、うん、はいはい、いいね、まあ、っていう形で、まあ、はい、あのチェーンというか店舗数はいろいろある、うん、本当にイクドンさん、うんうん、大きいお店なんですが、うん、その中で成績桜ヶ丘店を、はいはいはい、調査させていただきま す、はいはい、ですのでぜひともね、そちら来ていただける方は来ていただいて、うん、生で見て、ね、一緒に盛り上げて、うん、食べちゃいましょう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 、ね、お、たくさんまだね、ほらほら、はい、いっぱい、いっぱいいっぱい、また全部読んでいきましょうか、はい、はい、上から、はい、これ、いや、おお、おお、コルレオレさん、ラブ、はい、ラブ、あつこ、やったやった、コルレオレさん、アイラブ、コルレオレさん、よかったねー、アイラブ、ラツコ、ラツコ、ザ、ザ、ガールイズベリープリティ、ワッツユーネーム、ワッツユーネーム、まあ、あつこ田中、あつこ田中、雄大熊川、プリティじゃないけどね、 I want to meet here, meet here, here, meet here, どういう、はあ、じゃないですか、はあ、はあ、私は、会いたい、会いたい、あんたに会いたい、やったあ、あ、私ね、ありがとうございます、 Thank you, 保育園生じゃないんだからさ、 Thank you、ほうほうほう、 Me too, me too、 チャットで素晴らしいね、うん、はい、ケン君さん、うん、はい、残り20分切りました。ありがとうございます、タイムキーパーさん。今週は焼肉調査隊か、そうですよ、じゃあ今週はホルモン調査隊ですね、ホルモンだ、はい、ホルモン調査隊、うん、俺も行こうと思ってます、そうです、ありがとうございます、はい、ちょっと楽しみにお待ちしておりますので、ぜひ、はい、はい、ぜひね、ご対面、初ご対面、ちょっと俺本当楽しみなんですけど、楽しみですよ、嬉しい、ワクワクして、はい、待ってますので、ぜひね、はい、はい、遊びに来てください、はい、はい、シーズアツコ、もうこれ、コロネさん、ありがとうございます、居酒屋、眼科、焼肉屋なのね。確かに流れが面白いですよね、うん、Can you speak inフレンチ、フランス語は、あ、あ、I、ブズボルド、もう適当にもほどがある。でも雰囲気なんか出てます。フランス語と日本人のハーフだからさ。あ、いいか。初めてしますね。九州男児。まとめて喧嘩しないで。ゴリさん、まとまって、まとまって。もう40分経ったの早い。行くぞ、ユリガオカ店はよく行ってた、よく行ってた、どうでしたか、どうでしたか、どうでしたか、ちょっとね、ちょっと行った方の感想も聞きたいですよね、はい、ぜひともね、はい、またあの Can you speak in French?
しゃべれまーってきますかーみたいな、どうですか、素直に言ってあげよう。I don't speak a French。 あのトミーさん、なんちゃってフレンチ。なんちゃじゃあ、特徴を言っておきます、はい、身長は低く、ひげが濃くて、情けない顔して、情けないってまだまだ若いんだから、てやくん。The girl can say just the same。 あ、ジュデームジュデームって何ですか。ジュデームってよく言うじゃないですか、うん、あ、言ってって、ジュデームって愛してるとかじゃない。ジュデームって何ですか。ジュデームオッケーオッケーオッケー、何なのこのやりたい方で。保育園生じゃないんだから。来てーいいんだよ。おい。いや、きっと、ちょっとシーズおばちゃん。シーズじゃ、ノーノー、おばちゃん、ノー。 This means I love you。 イエーイ、ベイグル。皆さんはお店に何時頃まで行くの、何時頃まで行くのですか。そうですね、うん、我々はまあ打ち合わせも借りて6時ぐらい。そうですね、はい、6時ちょっと次ぐらいにはちょっと、ね、うん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 、行ければ行きたいんですよね。それをはい、緑に行きますので、ぜひ。お、新しいチャットさんが入ってくれてます、はい、ヤジさん、ヤジさん、ヤジさんさん、ヤジさんさんさん、ヤジさん、ヤジさん、ヤジさん、こんにちは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。シーズン、はい、おばちゃん、イエース、だんだん、姫になってきた。ポジションね、ここどうしても座るとね。投げやり。やた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 。そろそろ告知早いか。あと10分。そう、あと10分ですよ。9分になっちゃいましたね。一度も、一か、一旦もめさん、一旦もめさん、こんちくわ。ちょっと忘れてたわ。ちょっと待って、思い出させて。違う、アップな、アップなんでいい。聞いたこと、あのおしんちゃんから聞いたことあるんだけど、本人さんから。一旦もめじゃないし、かなり最近うち頑張ってるよ。どうですか、あの卒業した感じですか、一旦もめ。腹立つやろ、このなんかもうバカにした感じの笑い。どうぞ一旦もめとかじゃないよ、しんちゃん。マジで。すごいいやらしい言い方ですね。はい、おしんです。ちゃんと生きてます。生きてます。水バシャーってあげる。大丈夫、濡れる。コーヒーバシャー。大丈夫ね。はい。ございます。ということで。ない。I love you girl。やっほい。I'm feeling love。ねえ、トミさんも笑っていただいてますよ、本当に。Yes, fall in love。いいですね Yes, fall in love。 好きね。あー、面白い、ね、面白いですね、本当にね。お異常に楽しそうな。把握しました。把握されちゃいました。把握されちゃいました。はい、あ、もうこんな時間だ。こんなお時間でございまするよ。はい、最近はあっちゃんコーナーしないね。何お前、何お前、その何、保育園から小学校までの間みたいな。いや19歳ですよ。あ、新しいチャットさんが。おお読んでてください。あ、ちょ、何してんの。そうそうそう、おとおとおと、そうそうそう、ですね、ボンボーイビューさん、ビューさん、ボンボーイビューさん、ボンボーイブリューさん、ブリューさん、ボンボーイブリューさん、はい、ボンボーイブリューさん、こんにちは、ありがとうございます。嬉しいですね、今日もね、たくさんの方がこうやって入ってきていただいてますよ。はい、その子かわいい誰。なんか字すごくないですか。すごいなんでこんなの、ね、これは変更され変更されありがとうございます。大丈夫、田中敦子です。
はい、大女優への道だって。じゃああっちゃんさ、もうさ、いっちゃおう、はい、じゃあしんちゃんちょっとお題出して。お題、あ、そうですね、久々に、久々だな、はい、あっちゃん大女優への道ね、はい、はい、このコーナー、あの皆さん知ってますか、あっちゃんをね大女優にさせようっていうコーナーでも一旦言ってましたけど、はい、一回言ってましたけども、またちょっと今日あの皆さんのね絶大なるね、あの要望に応えましてですね、また復活ということで、はい、じゃああっちゃん何なんか言って、あ、分かった分かった、じゃあコンベンショナルイントラレーシック、ごめんなさい、あの番組が終わ、ね、終わりそうなので、ちょっともう鼻が詰まってきた、鼻が詰まってきた、じゃあコンベンショナルイントラレーシックを、エレベーターガールみたいに言ってください。あ、なるほど、はい、いきますよ、はい、はい、綺麗な声で言ってよ、もう時間ないんだからね、いくよ、はい、3、2、1、9、次はコンベンショナルイントラレーシック、どうですか、やばい、ちょっとなんかちょっとうまかったいそうですよね、私も意外にいいじゃなかったですか、うん、え、ちょっと意外でしたよ、面白くない、面白くない、面白くなかったんやと思う、やったできやった、そういうことやね、今日は大成功、あ、そうでもないって書いてる、え、待って、桜さんすごい、大丈夫、言えてないしすいません、俺のせいで、いえいえ、やったやったやったありがとうございます、やったナイスさん、Thank you、 いや、嬉しいですね、嬉しい、はい、じゃあもう告知の方行きましょう、はい、ちゃんどうぞ、はい、いただきます、はい、はい、我々が来ております、はい、雷 T シャツはじめ雷調査隊、いろいろなグッズご用意させていただいております、はい、T シャツからトレーナー、iPhone ケース、ね、ペットの洋服とかも今出るかな、出るかな、はい、はい、皆さんもご覧いただいていると思います、うん、そちらの方、出た出た、はい、QR コードの方、バーコードリーダーに、ね、取っていただいても大丈夫ですので、はい、ぜひともそちらの方でご購入いただいて、はい、我々と雷調査隊員となって、盛り上げていきましょう、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、寝言は寝て家行ってみました、寝てみました、会えることを楽しみにします、いや、我々もね、すごく楽しみにしているのでですね、はい、はい、ぜひちょっと東京でね、あのね、ちょっとね、楽しみましょう。なんかやらしいな、いいか。何こんばんは。あつこ、あっちゃん、はい、ですね、今週の土曜日の、はい、ですね、3時5分からですね、はい、ミヤビブパラダイスを、ミヤビちゃんがですね、今月舞台で、あの出れないっていうことで代わりにいいからこれさ、いないやつの話はしなくていい、代わりに MC をさせていただくことになりました、もう今週っていう早いね、はい、大丈夫、じゃあ大丈夫、意気込みの方はどうですか、あのバッチリもう家でちゃんと音読して音読ちゃんと宿題じゃねえんだしかし土曜日も毎週ちょっとちゃんとお勉強しに行って、勉強しに行ってる、どうでした、はい、あの南パラダイス見て、そうですね、あのですね、はい、みやびちゃんのやっぱ今までこうちゃんと守ってきた番組なんで、うん、ちょっとあ、ちゃんとやんなきゃいけないと思ってるんで、うん、はい、あのゲストさんあげてあげてで、あ、なるほどね、はい、大丈夫、ぜひ大丈夫よね、はい、泣かないように頑張ります、泣かないようにね、はい、よろしくお願いいたしますね、はい、はい、そしてですね、3月26日、はい、今月の26日、はい、はい、占いチャンネル、この、ね、お台場 TV、そうそうそう、はい、から放送されております、はい、はい、一度雷のゲストにも、そうですね、我々行きましたね、登場していただきます、はい、メルリプレット先生、ね、メルリプレット先生、はい、タロット占いのね、はい、占い師のね、はいはい、メルリプロット先生、リプレット先生の番組リプロット先生の番組のですね、3月26日、はい、雷調査隊が出演させていただくことになりました、はい、ですのでぜひとも今日はあかんなぜひともそちら26日の裏ちゃんの方もチェックしてください、はい、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、やばい、 MC ちょっと不安だって言われちゃいました、ほらみんなから言われてますよ、やっぱ乗っ取り、だからもういいからさこれ先生のとこ
出演って言ってたね。そうです、そうです。はい、トミーさん、そうですね。はい、その時はぜひね、トミーさんも遊びに来てください。はい、お待ちしております。はい、あ、もう1分だね。はい、生で見るのは難しいからアーカイブ見てるよ、あっちゃん。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、嬉しいです。ね、ニアビンパラダイス、改めあっちゃんパラダイスもね、はい、皆さんちょっと応援してやってください。はい、よろしくお願いいたします。それでは、今週の金曜日、はい、成績桜ヶ丘さんに、の炭火焼き、はい、そうですね、イクドンさん、イクドンさんから、はい、また、19時から、はい、20時の1時間お届けさせていただきます。はい、はい、番組ご参加の方よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは皆さん今日もねたくさんチャットの参加ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また金曜日お会いいたしましょう。亀梨女装大でした。バイバイ。じゃあねー。